藤原道長。藤原の道長は、平安時代の中期の苦行。藤原北家、摂政官白大城大臣、藤原金家の逸夫、または四男。五一条天皇、五須作天皇、五霊勢天皇の外祖父にあたる。父、喧嘩が、摂政になり、権力を握ると栄達するが、逸夫であり、道高、道金という有力な兄がいたためさほど目立たない。 存在だった。しかし喧嘩の死後に石灰となった道高が大酒、道金が伝染病により、相次いで病没。後に道高の着難、これ地下との清掃に勝って、左大臣として、政権を掌握した。一条天皇に、長女の秋子を受大させ皇后。皇は、中宮のとなす。次の三条天皇には、次女の剣士を入れて、中宮のとなす。 だが三条天皇とは深刻な対立が生じ天皇の顔病を理由に単位に追い込み、秋子の産んだ五一条天皇の即位を実現して、摂政となる。一年ほどで摂政を着子の寄り道に譲り後継体制を固める。五一条天皇には四女の意思を入れて、中宮のと、なし、一家律三公、一家三公と共担された。さらには、 六女の騎士を、後の御鈴作天皇となる、厚永親王にいる侍させた。晩年は壮大な、法上寺の造営に勢力を傾けた。後方三年、九百六十六年、京都に生まれる。同母の京子に、道高、道金、上司、三条天皇母、千子、一条天皇母らがいる。祖父、諸助は、村上天皇の知性を、 右大臣として支えた実力者で、娘の中宮の靖子が、後の霊勢天皇、遠雄天皇を生んだことで外籍として、立場を強化した。これにより、諸助の家系の九条流は、本来着流であるはずの兄の佐根よりの家系、小野宮流よりも優位に立つことになる。天独元年、九百七十年、摂政。 大乗大臣だったサネよりが死去すると、諸助の長男の藤原惚れ政が摂政となるが、2年後に、休止してしまう。後継を、次男の金道と三男の喧嘩が争うが、結局県通に関白が宣言される。金道と喧嘩は不仲で、喧嘩は不遇の時期を過ごすことになる。上限2年、977年に金道は、病死するが死ぬ寸前に、喧嘩を降格させることまでしている。 金道の最後の推挙により、小野宮流の藤原、頼忠が関白となったが、天元元年、979年に頼忠は、喧嘩を右大臣に引き上げてやり、ようやく不遇の時期を脱した。次女の戦士を、遠友天皇の女後に入れ、天元三年、980年に第一王子、海人神皇を生んだ。同年正月、15歳にして、十五石田に発除した。 その後、自重を経て、右、兵衛健助となる。霊館2年、984年、遠遊天皇は、花山天皇、霊勢天皇の御子に上位し、東宮には、選手の生んだ、海人神皇が建てられた。喧嘩は海人神皇の早期の即位を望んだため、館那2年、986年6月に、喧嘩と三男の道陰が中心となって、作望を仕組み、 花山天皇をそそのかして代理から連れ出し出家退位させてしまうカンラの変。この事件の際に道長は天皇の失踪を関白よりただに報告する役割を果たした。速やかに幼い海人親皇が即位、一条天皇、して、外祖父の喧嘩は折衝に任じられた。喧嘩は息子らを急速に昇進させ、道長も永遠元年987年には、 十三さに女子、左京大部を兼ねた。翌永遠二年、988年正月、三義を経ずに、県中納言に抜擢された。これより以前に、道長は、左大臣、源正信の娘、智子と結婚し、永遠二年、988年には、長女秋子が正信の土御門殿で誕生している。続いて、 アンナの変で失脚した左大臣、源、孔明の娘、源明子も妻とした。省略元年、九百九十年正月、肖像くらいに助せられる。七月、喧嘩が死去し、長男の道高が後を継いで、関白、継いで摂政となった。同年十月、摂政、道高の娘、停止立候に際し、道長は、中宮の大部に任せられた。 翌省略2年、991年、県大納言、ついで省略3年、992年、ジュニーに助せられる。一方、道隆の客男のコレチカは、省略3年、生産未見大納言、省略5年、994年には同長をしのいで、内大臣に任じられ、父の後継者に儀されていた。また、一条天皇の弟子への調愛も深く、そのために、 兄のコレチカへの信任もことのほか扱った。朝徳元年、九百九十五年四月、都で赤半送、赤もがさ、今で言う、はしかが猛威を振るい、苦行たちも次々に死去した。その最中に、関白道高も病に倒れるが、これは、薬病ではなく、普段の大酒が原因で道高は天皇に、後継の関白として、コレチカを行が許されず、 病中の内乱のみが許された。道高が死去するとその弟の道剣に関白宣言されるが、道兼は就任わずか数日で病で死去し、7日関白と呼ばれた。大鏡などによるとこれちかは自らが関白たらんと欲し,し、一条天皇の移中もこれちかにあった。一方、道長はこれちかが政治を行えば天下が乱れると考え、自らが 石灰になろうとした。一条天皇の母皇、東三条院、戦士若ねて、より弟の道長を愛し、逆に追いのれレチをとんじて折道長を強く押したが、天皇が考えを変えないため、涙を流して固く恋迫り、このために、ついに天皇も、道長の登用を決めたという。道長とこれ地下の対立は続き、同年七月二十四日、旧暦。 8月22日には、神社で職業を前に激しく抗論し、その3日後2人の従者がとで、集団乱闘騒ぎを起こしている。天皇は御事乗りして、道長に内乱を許し、ついで9月に、右大臣に任じ藤原市長者となった。左この大将も兼ねる。長徳2年、996年正月、これとその弟高は、女性関係が原因で、 花山法王に矢を追いかける事件を引き起こした。ことはすぐに露見し4月に罪を責められたコレチカは、太罪言の措置、高家は、出雲ゴンに左遷されて失脚した、蝶徳の変。なお、これを憂えた、中宮帝氏は髪を切って、二となったが、後に、天皇の命で宮中に戻っている。7月には道長は、左大臣に昇進し、明日ともに、平等の、 第一人者となる。自席の右大臣には、金道のこの健康が認じられたが、健康は、当時から無能者と軽んじられている人物だった。当初、一条天皇は内乱の戦時のみを道長に与えたが、これはこれ地下への配慮であると同時に、道長が未だに、県外納言でしかなく、大臣の地位になかったために、関白の資格に欠けていた事情もある。だが、直後に、 右大臣、藤原市長者に補いされたにもかかわらず、同庁は依然として関白に就任せず、内乱と一条の資格を有した右大臣、後に、左大臣の地位に留まり続けている。関白の職権そのものには決裁権がなく、あくまでも最高決裁権者である天皇の貢献的存在であった。このため、天皇との関係次第によってその権限は左右される、性質のものであった。 現に、道長と上天皇とは疎遠であった。また公式な政府の最高機関である大上官には、摂政、関白は大臣兼任であったとしても関与できない決まりであった。道長の息子は、まだ若く大臣に就任して、道長の立場を代理することはできなかった。そこで道長は、自らの孫が天皇に即位して、外祖父となるまでは、摂政、関白にはつかず、 大上官の事実上の主席である左大臣、一条とて、公やごとの執行にあたると同時に関白に近い権限を持つ内乱を兼任することによって、最高権力を行使しようとしたのである。長徳四年、九百九十八年、道長は大病に陥り、出家を天皇に願い出るほどに深刻だった。天皇がこれを再三遺留し、やがて併輸して政務に復帰している。 長保元年、九百九十九年十一月、一条天皇の元へ、長女秋子を女吾として時代させる。その時代は盛大なもので豪華な調度品が用意され、その中には、三義皆元、年方を介して、苦行たちの和歌を募り、農書家の原光勢が筆を入れた四尺の屏風家もあり、花山法王までもが秋子の時代のために和歌を送った。その中でただ一人、中納言。 藤原佐根助だけは歌を演じるのは拒んだ。佐根助は、小野の宮流、佐根よりの家系の継承者で当時では、夕食古日に通じた一流の学識者で、県政におもねず筋を通す態度を貫いた。翌朝方二年、千年2月になって道長は秋高、皇后、皇は中宮のとした。先立の記載に、帝氏がおり、すでに第一王子厚安やしのらを耳見か町も、 非常に深かったが、道長は停止を皇后宮と合することで一定二個を強行した。これは、先例がないことであったが道長は、県政で押し通し、また東三条院の公園と倉人と、藤原皇税の論理武装が説得の大きな手助けとな。観光五年、1 0 8年9月、受大後十年目にして秋子は、道長の土三角殿において、三子。 厚平親王を出産し、翌年にはさらに年後の厚永親王も生まれた。待望の孫御子が誕生した時の道長の狂気ぶりは、紫式部日記に詳しい。観光8年、千0 1 1年6月、病床に付した一条天皇は、東宮伊佐田親王、冷誠天皇の御子に上位し、定発出家した後に崩御した。一条天皇と道長、 アキコは信頼関係にあったとされるが、その一方で後世の記録ではあるが、古事団や、具観章には、道長、アキコが、天皇の遺品を整理している際、王が正しい性を欲するのに、斬新一族が国を乱してしまう、という天皇の首相を見ず、道長が怒って破り捨てたという逸話が記載されている。一方、同時代の記録である、藤原厚生の日記、ゴンには、一条天皇が、 死の直前に、側近の皇勢に、帝氏が生んだ、厚安新王の直闘宮擁立の葬を行ったが、すでに、道長、秋子と深く結んでいた皇勢は帰って天皇に、迫って、道長の外孫である秋子が生んだ、厚平新王の直闘宮擁立を認めさせたという、敬意や、その一方で、秋子自身も一条天皇の意を尊重して、帝氏泣き後、我が子同然に養育した。 厚安新郎の直期東宮擁立を望んでいたが、不動庁がそれを差し置いて厚平新郎の立大使を後押ししたことを占という経緯等が記述されている。少なくとも一条天皇と道朝秋子の間に厚安、厚平両新郎の将来をめぐる対立があった可能性は極めて濃厚である。三条天皇は東宮に四歳の厚平新郎を立てた。長は元元元。 千十二年一月、三蘭、秋信の突然の出家に衝撃を受けている。同年二月、道長は、東宮時代の三条天皇に受大させていた次女の剣士を皇后、皇中宮のとした。当初、天皇は道長に、関白就任を依頼するが道長はこれを断り、続けて内乱に留任した。道長は三条天皇と申し、老いの関係にあったが、早くに、 母校長子を失い成人してから即位した天皇と、道長の連帯意識は薄く、天皇は神聖を望んだ。剣士が、定子内親王を生んだこともあり、天皇との関係は、次第に悪化していった。天皇には、剣士とは別に、東宮時代からの女子、聖子、藤原成時の娘が第一王子、厚明王をはじめ多くの未公女を生んでおり、天皇は聖子も、皇后、皇は、 皇后宮に立てることとした。ところが、立候の儀式の日を、道長は、剣士の三代の日として欠席し、職業もこれにおもねって誰も儀式に参列しようと、しなかった。サネスケが病心をして、いを、決して中納言高いへと共に三代し儀式を利しきったが、寂しい儀式となった。翌年の政子三代の交渉として、 聖主の兄の道党を助任しようとした際に、道長は本来は、長年、聖主の貢献をしたのは、長兄のため人であるとして、道党を除位しようとした天皇の姿勢を批判して、最終的にため人を昇進させた。三条天皇と道長との確執から政務が渋滞し、大勢は道長に有利であった。これに対して三条天皇は密かに、サネスケを頼りとする意を伝えるが、 サネスケも物事の筋は通すが、県政下の道長と正面から対抗しうとはしなかった。孤立した天皇は、昭和三年、1014年、失明寸前の眼病にかかり、いよいよ政務に支障が出て、これを理由に道長はしばしば上位を迫った。道長が、厚平親王の即位だけでなく同じ秋子の産んだ、厚長親王の闘宮を望んでいるのは明らかで、 天皇は道長を憎み上位要求に抵抗し、顔病回遊を願い、しきりに所持者に家事疑惑を命じた。昭和四年、千0 1 5年10月、上位の圧力に対して天皇は道長に、純摂政を宣言して、地目を委任し、自らは預からぬことを見事と乗りする。11月、心臓間もない代理が炎上する事件が起こる。これを理由に道長は、さらに強く上位を迫り、 眼病も全く治らず三条天皇は、ついに屈し、自らの第一王子厚明親王を東宮とする、ことを条件に上位を認めた。昭和五年、1016年正月、三条天皇は、上位し、東宮、厚平親王が即位した、五一条天皇。同朝は、摂政の宣言を受けた。東宮には、約束通り、厚明親王が建てられる。だが、 厚明親王と道長には外籍関係がなく、母の生死の成果は後ろ盾にならず親王の衆とは右大臣健康だが人望がなくまるで頼りにならなかった。この年の七月、土三角殿が火災で消失する。諸国の受領は道長の行為を得るために一件ごとに分担して、資材を持ってその再建に尽くした。特に伊予上であった源頼光は、 建物の他に、道長一家に必要な生活用品すべてを、献上した。受領に指定を作らせ、あたかも主君のように振る舞う道長のようには、性的であった、藤原さねすけでさえクレの大白の古事引用しながら、当時大公、徳女帝王、世の公房ただ、在賀神、今の大公、イコール道長の徳は、帝王のようで、世の公房はその思いのままであると評している。 正雨期間に2年6月20日上。その一方で、前年に消失した代理の再建は、土御門殿の再建を優先する受領たちによって、おろそかにされ、さねすを投げかせている、正雨期間に2年うるう4月27日上。翌漢人元年、千0 1 7年3月、道長は、摂政と藤原市長者を、着難の寄り道に譲り、後継体制を固めた。 5月に三条上皇が崩御すると、それからほどない8月、厚明親王は自ら東宮自体を申し出た。道長は厚明親王を巡大上天皇とし、陰号は古一条院、さらに娘の広子を嫁させ優遇した。東宮には道長の望み通りに厚長親王が立てられる。12月、十一位大上大臣に任じられくらい人心を極めるが、ほどなく、 これを実した道長が大乗大臣に任じられたのは翌漢人2年正月に行われた五一条天皇の元服で果敢の役を奉仕するためである。天皇の元服の際には大乗大臣が果敢を務める例であった。一応政治から退いた形になるがその後も摂政となった若い寄り道を貢献して指図している。寄り道や一上である。 藤原さねすけも重大な案件に関しては出家後も、道長に判断を仰いでいるが、道長の意見が、摂官や大上官の方針に異論を挟んだ場合でも、より道らが必ずしもその意見には従っていない。引退後の道長は強力な影響力を持っていた。ものの、宮廷の政策決定の枠から外れているために、在任中のような絶対的な権力は持っていなかったとみられる。 官任2年、1018年3月、五一条天皇が11歳になった時、道長は三女の医師を養護として受代させ、10月には、中宮のとなした。サネスケはその日記、正義に、一家律三行、溝うなりと簡単の言葉を記した。医師の立候の日、10月16日、11月26日、 二、道長の邸宅で職業を集めて祝宴が開かれ、道長はサネスケに向かって、即興の歌、この世は、バをとぞ思う、もちの木、かけたることもなしと思えば、この世は、自分、道長のためにあるようなものだ、もち満月のように何も足りないものはないという意味を読んだ、超浮き、原文漢文。サネスケは邸長に変化を断り、代わりに一度が和してこの、 名家を得ずることを提案し、苦行一同が繰り返し何度も歌った。この歌は、道長の日記、御堂関白記の、この宴会についての記述の中には記されていないが、道長に批判的なサネスケの日記に書き残されて、後世に伝えられることになった。寛人3年、1 0 1 9年3月、病となり停発して出家する。半年後に、東大寺で自戒された。法名は行官。 後に行革。官任五年、1二2 1年、同調の末女。騎士も将来の皇妃となるべく、長寿となり、東宮、厚長神皇にいる侍したが、騎士は、親父神皇を産んで、万十二年、1二2 5年に創生した。晩年は壮大な、北上寺の混流に勢力を傾けた。造営には、 資材と人力が注ぎ込まれ、諸国の受領は管理へ納入を後回しにしても、検問の道長のために争って、この造営事業に奉仕した。さらに道長は、苦行や僧侶、民衆に対しても、役負担を命じた。道長は、この造営を通じて、彼らに、自らの権威を知らしめると同時に、当時の末法思想の広がりの中で、極楽往生を願う彼らに、 ふっつの血縁の会を与えるという高難両面の意図を有していた。映画物語は、道長の栄養映画の極みとしての北条寺の壮麗さを伝えている。道長は、この北条寺に住んだが、広子、コ、騎士、秋信、剣士と多くの子供たちに先立たれ、病気がちで安らかとは言えなかった。万十四年十二月、千二十八年一月、病没。 去年62、死の数日前から背中に腫れ物ができ、苦しんだとされ、癌または、持病の糖尿病が原因の感染症ではないかと言われている。死期を悟った道長は、北条寺の東の五大道から東橋を渡って、中島、さらに、西橋を渡り、西の九体阿弥陀道、無料寿院に入り九体の阿弥陀如来の手と自分の手とを糸でつなぎ、 釈迦の涅藩と同様、北枕西向きに横たわった。僧侶たちの度胸の中、自身も念仏を口ずさみ、西方浄土を願いながら王女をしたと言われている。道長は藤原北家の前世紀を築き、石関政治の崩壊後も、彼の子孫、御堂流のみが、石関職を代々世襲し、本流から五石家と旧聖画のうち三や加山の院、大井の御門を、大醐を排出した。 その一方で、寄りみの異母てい、信は、石関家に疎んじられた即位前の御三条天皇を、ほぼ独力で悲語し、それが、石関政治の長落、陰性へとつながってゆく。道長の三十三歳から五十六歳にかけての、日記は、未動間白期、北条寺摂小記と呼ばれ、自筆本十四巻、書写本十二巻が、京都の陽明文庫に保存されている。 当て字が随所に散らばり、場面も、気液の言葉も、素直に記してある。当時の政治や、貴族の生活に関する超一級の資料として、1951年、昭和26年に国宝に指定された。また、2011年5月、ユネスコの、世界の記憶への推薦が決定した。特に指示のない限り、苦行部員の記載による、 新歴換算での日付。新歴は、リウ薄歴で換算。なお、養子、有子となったものに、実父の出家、死去によって、遠石の道長が貢献を務めた、源の重信、松室平新郎の子、智子の老い、道長の実の孫で、その昇進の便宜のために、道長が養子とした、信元、の道の、後の道元、藤原金より、頼宗の子。 同様のケースと考えられる。道長のイボアに、道綱の実施である、藤原兼純、道明、四天王寺別当兄弟が挙げられる。この他に、正式な縁組はなかったものの、源のさ房、源の孔明の子、秋子の実定で、道長が貢献を務めたや藤原兼高、道兼の子もこれに準じていたと言われている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。